ハムか統合して、新人王資格が認められる。プロ野球の理事会と実行委員会が6日、オンラインで開かれ、米球界でプレーし、ドラフト3位で日本ハムに入団した加藤豪介内野手に新人王の資格があることを確認した。断らなかったんだな。これで新人王取れなかったらアメリカでやってきたことが無駄だったってことやん。まあそうやろ。まあ NPB ではルーキーだし。ここに来て守備難疑惑が浮上してきたんだよな。スタメンで出るとしたら DH になりそう。どうせ取れないからまあええやろ。資格があるのはいいけどレギュラー取れなさそうなんよな。新人王の資格辞退したマックス好きはかっこよかったよな。